こてつの部屋のアニマルランド。イエーイ。今回も可愛い動物さんたちが遊びに来てくれました。はーい。みなさんよろしくお願いします。まずは、まいちゃん動けなくなってるね。動けなくなってるんです私。そうですね。はい、今日はモモンガちゃんがいっぱい、モモンガちゃんがいっぱいいっぱいいるんです。モモンガちゃんが、みんな自由。大変なことになってきた。大変なことになってるぞ。はいはいはい。よいしょ。はい。よしよしよし。はい。あ、よしよしよし。ミルクの時間ですね。よし。しばしミルクタイムが。これね、うちのお店で生まれてきた子たちでね、今女の子が3匹と男の子が1匹。それぞれね、親がこっちに今私の手の 上にいる子たちで、同じ親。で、まいちゃんとこにいる子と、今、まだ、ここで、よく、このようによく、よく、めっちゃ怒るんですよ、この子がわかるかなぁ。めっちゃ怒ってる子が。ね、そう。この子が男の子なんですよね。そう、今回ね、よくこの怒ってる子が、この子が男の子です。女の子が、よく、そう、割とね、男の子の方がね、穏やかなんですけど、今回はなんかね、みんな女の子の方がおとなしくて、はい、お家帰るね、はい、お家帰る。だね、さっき言ったように親が違うので、まいちゃんとこにいる子とね、この子だとね、お顔がね、よいしょ、わかりますかね、お顔がちょっと違うんですよ。そうね、今ミルク飲んでる子はね、すごいなんかね、たぬき顔というかね、お目目が。そう、これ、なんかちょっと。垂れ目なんですよ、ね。垂れ目のね、丸顔なんです、うん。で、こっちの子はね、ちょっとね、シャープな、シュッとした顔つきで。キリッとしたんですね。そうそうそう。この辺はもうね、好みなんですけどね。どっちも可愛い。どっちもほんと可愛いですよね。どっちも可愛い。ちょっとお顔上げてくれたかな、この子はちょっと。こっちの子がね。あ、可愛い。お家帰るの。はい、お家帰る。はい。よいしょ。かわいい。そう、袋モモンガさんね、袋モモンガっていうだけあって、お腹に袋があるので、はいはいはい。さっきのちびちゃんちょっとおいで。わかるかな、この子、女の子で。ここの真ん中に、ちょっと。ああ、はいはいはい、うん。ありますね。ありますね。うん。そう、これがね、袋なんです。へぇー。これが袋、女の子の袋、男の子の、ちょっと。あなた見してくれるかな、よいしょ。はいはいはい。はいはいはい。これ男の子。うんうんうん。たまたまちゃんが。あら。いや、いやいやだった。ごめんごめんごめん。そう、ちょこっとしか今見してくれなかったけど。そんな感じで、もうね、生まれてすぐわかります。これで性別間違えることないので。ないですね。そうですね。でももんがちゃんね、オスメスはっきり分かりやすいです。分かりづらいのが、文鳥ちゃん。文鳥ちゃんが。はい。そう、この子たちも、お腹が空いたかね。この子たち、あ、おお、びっくりした。そうなんです。この子たちでね、生まれてちょうど1ヶ月だね。はい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 。元気、わー、まだ出た。はい。この子たちね、全くこれ色が違うんですけど。違いますね。これでいて兄弟なんです。兄弟なんですか？そう、同じ兄弟なんですよ、これで。同じママから生まれてきた。同じママで同じパパなんですけど、一般的にね、文鳥さんって、こういう。はいはいはい。この文鳥さんがイメージとしてあると思うんですね。うんうんうん、この子から、黒っぽい色素が抜けてくると、こっちの、茶色っぽいのが残って、シナモン文鳥っていうものになります、うん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 。で、さっきの子から茶色の色素が逆に抜けると、今度ね、こっちのシルバー文鳥っていうのになるんですね。はい。で、まあ、このね、シルバーさんとかシナモンの中でも、まあ、それぞれ濃い薄いっていうのはあるんですけど、うんうんうん、すごくね、面白いし、複雑なんですよ。なんかすごい綺麗な色してますね。うちのお店で生まれた子でもお母さんが黄色で、うん、お父さんが青で、うんうんうん、生まれた子は何色だと思います？黄色と青ですよね、うん、美術の時間だ。黄色と青って緑ですか？そうです。え、緑の子が生まれてきたの？そうなんですよ。絵の具混ぜると緑になるみたいな。、
そういうので、まあ、兄弟の中でもこうやって色が違ったりとか、その受け継ぐ遺伝子によってね変わってくるので、とっても不思議なところで、生まれてきて育つまで何色になるかわからないっていう、うん、面白さが、あら、もうお腹痛い、もういらない、そうなんです、文鳥さんたちね口開けてくれるんですけど、うん、もういらないとねあんまりもう口開かなくなってまだねこの子たちはねお迎え先が決まってないので、もしね気になる方は、ただまだちょっとオスメスの判断がちょっとつかないかなまあでもどちらでも可愛いです。可愛いです。可愛いです。可愛いのは間違いないですね。そうね、あの普通のさっきのね、あの桜文鳥ってあの黒が入ってる子たちに比べると、色合いがあの2匹ともあの優しい色、うん。もういい。もういい。もういい。わかりやすいよね。ちょっとなら食べる。はい。こんな感じでね、まだ挿絵がね、1日に3、4回、4回ぐらいかな、今。必要なんですけど、もう少しするともう自分でご飯も食べてくれるし、挿絵をやって育てるっていうのもね楽しいんですけど、うん、なかなかそれが難しい人は一人でご飯食べれるまでうちで面倒は見るので、なんかえすごい大きい大きいですね。このそのあそうそうそう、あなんかぷくりぷっくりご飯食べたっていう感じで、まあね、うんうん、もっとちっちゃい時だとそのがあのご飯入ったのが見えてたんですけど、はい、もうこれだけ羽が生えてくるとね、もう見えなくなっ、そう見えなくなっちゃって、うん、耳も見えなくなっちゃって、なんか丸々にしてて二人とも可愛いな可愛い文鳥さんねシーズンがあるので、もうこれでもう終わりですね、文鳥さんのひなは、ね、はい、ね、また気になる人、気になる人はね、うん、あの来ていただければお店に、うん、ね、よく手乗り文鳥って言われるぐらい、うん、文鳥さんよく懐くので、いやもうすごい、もう可愛い、そうだよね、あの重さはそんなに重たくないし、重たくないんですよね、うん、うんうん、打ち明けるのね、もうない、もうない、あとでねまたね、はい、こんな感じで文鳥さんたちとか、まあこれからまたね、今日もお昼からまたひなちゃんがブリーダーさんが連れてきてくれる予定になってる子もいるので遊びたいね、遊びたいね、もうね、そろそろ、そろ飛ぶ練習をする頃なのでご飯食べて遊んで寝てっていう幸せな生活をいいな、ね、私もそうしたい、そうしたいよね私もそうしたいそうなんです、まあ、こういう子がいたりとか、あとね、先月だね、うん、になるね、ちょうど2週間ぐらい前の、先月の、3月の20日の日に、駒屋さんの方で、はい、フリーフライトのイベントがあって、たくさんのお客さんに来ていただいて、ありがとうございました。はい、どうでしたか？楽しかったですね。そうですよね。なんか、こてつくんが、わってこう、そうなんですよ。飛んでて、うん、飛んでって、で、やっぱ見に来てくれた人もね、初めて見たりとかするので、とても、笑い、あの感動があり、うん、笑いがありっていう感じで、で後でね、お店に遊びに来たお客さんに聞いたら、お家にいるあの、まあ、小学生の兄弟なんですけど、お家にお迎えした文鳥とか、オカメインコ乗ってくるじゃないですか、それで私の真似してるらしいんですよね。え、それで飛んでくれるんですか？飛ばないですそのままの落ちたりとかして、お母さんに怒られてるっていう危ない、まあ、でもそうやってあの憧れてくれる子とか、ちょっと興味持ってくれる子が出てくれると、やってあの、ね、やった甲斐があるなっていう、だってあの波崎さんの合図でこう来てくれるじゃないですか、はいはい、こてつくんが、はい、そうかっこいいなって本当に思いますし、そう弟子みたいになって、そう、うん、家でねお家の中でやってるっていう話を聞いて、うん、ちょこっと写真、はい、ありますか？そうですね、はい、こう こんな感じでこてつを釣る、おー、かっこいい、とか、もうこんな感じですね。まあ、お写真撮ってもらって、こんな感じで飛ばしてたり。そうそう、見ました、見ました。そう、この、いいあの、虎鉄を飛ばすの。で、まあ、お客様こんな感じでたくさんいらして、はいはい、うん、皆さんね、目の前まで来てパッと飛んでったりとか、うんうん、ちょっとあの、風がすっごく強くって、ハープニングでお客さんの客席、虎鉄が飛び込んじゃったりとか、止まろうと思ったら風に吹かれてそのままちょっと行ってしまったっていう方向がちょっとずれちゃったりとか、あの思いがけず自分遠くまで飛んでっちゃったりとか、まあいろいろあったんですけど、もうそうですね、もう最初やっぱり私さっきあの写真のようにあの紋付き袴で、はい、そうですね、ちょっとまあイベントなんでちょっとカッコつけさせていただいたんですけど、やっぱりこてつね嫌がるんですよね。ああ、そうなんですか？そうなんですよ。なんででしょう？
もうね、うん、あの、ま、舞ちゃんもそうだと思うけど、朝起きてお母さんがあの格好して、して、うん、さあ出かけるよって言われても、何？何？今から何？って。いつも通りでいいからって。いつも通りって何？って。ちょっとびっくりしちゃいます。かなりびっくりするんですよね。で、それをね、させないようになるべくこう、普段から着物着たりとかして、私。そうですよね。着物着てたりとか、あと、まあ、あの、ちょっと羽織るもんだけ羽織ったりとかして。で、ね、日本人で一番わかりやすいのはね、着物着ててもね、誰からも違和感を言われないのが、サザエさんの船さんなんです。確かに。そうですね、うん。今日どうしたのって聞かれないですよね、船さんね。あんな感じでも、普段から着物に慣れさせておいて、あ、今日これ、この格好なのねっていう感じで。さすがに紋付き袴ちょっとびっくりしたけど僕見たことないぞ。そう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 。まあでもね、あのちゃんとイベントもやってくれて。ただ小鉄これからね、もうちょうどね、お外もだいぶ暖かくなってきたので、ちょっとねお休みの期間に入るんですね。なんでまた秋になったらまた練習し始めて、イベントとかで呼んでいただければ、あの皆さんの前でまたご披露いただきねさせてもらえるっていう。はい。もう、いやでもまたこの飛んでいるこてつくん見たいですもん。そうですよね。ぜひぜひもう。そうなんです、うん。またね、お店の方来てもらうとね、あの、こてつも常におりますし、はい、はい、また他にもいろんな動物たちがいますので、ぜひ。一応ね、場所としてね、向山公園のピラミッドとかラクダとかあるところから国道1号線の方に歩いてきてもらって、あの、国道1号線の信号の角になりますね。円六橋っていう交差点の角で。一応ね、通常はほとんどお休みなしでやってるんですけど、まあ、あの、一応ご連絡いただけると確かかなと思います。はい、確かに、ここ最近はあの、春休みでお子さん連れの方とかも多くいらしてたので、まだ大学生とかお休みなのかな。そうですね。うん、そうですね。ね、まあ、遠くに行くのはちょっとまだあの、コロナの関係でもね、はい、あるのでっていうことで、まあ、近場で遊びたい方はぜひ遊びに来てください。はい。はい、とっても癒されますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい。じゃあ、ナビサツさん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。バイバイ。